こんにちは、小説家のゆうみりです。私は在日韓国人2世です。父と母は朝鮮戦争の時に、戦争の難を逃れて、日本に、小さな漁船で逃れてきました。私は、日本で生まれて育って、日本語でものを考え、日本語で読み書きし、日本語で生活をしています。ここは日本の福島県南相馬市小高区という場所です。2011年3月11日に東日本大震災が起きました。すぐ近くに、小高駅が徒歩3分ぐらいの場所にあるんですけども、そこを越えて津波が来て、来ました。たくさんの方が亡くなりました。そして、ここは東京電力福島第一原子力発電所から北へ16キロ地点にあります。原発事故の、後に、半径20キロ圏内が警戒区域に指定されて、人の立ち入りが禁止制限されたんですが、そこの、16キロ地点なので、町全体が警戒区域に指定された場所です。住民が原発事故前1万3000人いたんですけども、現在は帰還された方が3700人います。で、ここで私はここに暮らして、本屋を営んでいます。本屋フルハウス、フルハウスという名前の本屋ブックカフェです。で、ここで、今本屋なんですけども、奥に自宅があって、暮らしながら、地元の人のために本屋を営んでいます。よくこう、なぜわざわざ、原発事故が起きた場所に、引っ越してきたんだというふうに聞かれるんですけども、私が小説を書き始めたのが、小説最初戯曲から始めたんですけども、18歳の頃で、その時からインタビューの時に、インタビューの質問で、あなたは なぜ書いているんだ、誰のために書いているんだというふうに質問されるために、私は居場所がない人のために書いているんですって答えていました。それは私のこう戦争で、朝鮮戦争で父母が国を追われて、日本に来たというルーツに根ざすことでもありますし、私自身家族が崩壊して、高校退学処分になり、居場所がないというところから、自分で小説の世界というか芝居の世界を、居場所を作るためにフィクションを書き始めたので、居場所がない人のために書くという時に、2011年に原発事故が起きて、ある日突然住み慣れた町、生まれ育った家を出ていかなければならない人がたくさんこの福島県で生まれたわけです。それで私はなんて言うんでしょう、いても立ってもいられないというか、という思いで、2011年のその原発事故から1ヶ月後にこの地域に関わり始めました。朗読するのは、今年ですね、今年アメリカで東京上野ステーションというタイトルで発売された JR 上野駅公園口です。
この小説もまさに居場所がない人が主人公です。上野の公園に、住んでいるホームレスが主人公なんですけども、まあ、世界の中でも富める国として知られている日本の中にある貧困と差別の問題を書いた小説です。ラストシーンを読みます。不意に涙がこみ上げた。涙をこらえようと顔中の筋肉に力を入れたが、吸う息と吐く息で肩が揺さぶられ、両手で顔を覆っていた。背後で足を引きずるような音がして振り向くと、ホームレスだった。長すぎるコートを着て、靴のかかとを踏んで歩いていた。東京文化会館の裏にも、ブルーシートで覆った荷物を乗せ、持ち手に傘をぶら下げた台車を両手で押しているホームレスがいた。警察官たちがパトカーや人員輸送車に乗り込み、公園から出ていくのが見えた。山狩りが終わった。雨の匂いがする。雨は降っている最中より、上がった直後の方がよく似合う。よく匂う。東京はどこもかしこもアスファルトで覆われているけれど、公園の中には木と土と草と落ち葉があって、雨がそれらの匂いを引き出しているのだろう。30代の頃、残業は2割5分増しだったから、毎日残業をした。雨上がりの夜、駅に向かって歩いていると、勤め帰りのサラリーマンの波に飲まれ、この人たちは家族の待つ家に戻るのだな、と、ネオンがテラテラ反射する濡れたアスファルトを、泥口で踏みながら雨の匂いを嗅いだ。西の空は雲の裂け目から日が差していたが、東の空にはまたいつ降り出してもおかしくないような雨雲が垂れ込めていた。水のせせらぎのような音がして、文化会館の方を見たが、雨どいから水が落ちているのか、空調の中を水が回っているのかはわからなかった。空を見上げ、雨の匂いを嗅ぎ、水音を聞いているうちに、今これから自分がしようとしていることをはっきりと悟った。悟るという言葉を思いつくのは生まれて初めてだった。何かに囚われてそうしようというのではなく、何かから逃れてそうしようというのではなく、自分自身が帆となって、風が赴くままに進んでいくような、寒さや頭痛はもう気にならなかった。胃腸の葉の黄色が溶かした絵の具のように目に流れ込んできた。今舞っている葉も、雨に濡れ人に踏まれた葉も、まだ枝についている葉も、一葉一葉がもったいないほど黄色く輝いて、ホームレスになってからは、落ちた銀杏の実にしか目がいかなかった。ビニール手袋をはめて一つ一つ拾い上げ、レジ袋がいっぱいになったら水飲み場に持って行って、臭い皮の部分を洗い落とし、新聞紙の上に広げて干して、アメ横でキロ700円で引き取ってもらう。ヒューッと木枯らしが吹き、視界一面に黄色い葉が舞い散った。巡り変わる季節とはもう関わりを持つことはない。それでも光の使者のような黄色から目を離すことは惜しい気がした。ピヨッ、ピヨッ、ピヨッと視覚障害者用の誘導音がして、
山下通りの向こうを見ると、信号が青に変わっていた。横断歩道を渡る。ポケットから小銭を取り出し、切符を買う。JR 上野駅公園口の改札を通る。案内板の東北新幹線はやて、新青森行きの文字が目に入り、あれに乗れば4時間半後には鹿島の駅に着く、と思ったが、その揺らぎは鼓動の一つが受け止め、もう望郷の念で胸が高鳴ったり、胸が締め付けられたりすることはなかった。いくつもの道が過ぎ去った。目の前には一つの道しか残されていない。それが帰り道かどうかは行ってみないとわからない。山田線内回りの2番線の階段を降りていく。ぷーん、ごー、ごと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 。階段の中頃で一人の女とぶつかりそうになった。赤いコートに少女のようなおかっぱ頭が映える小柄な30代半ばぐらいの女。ごとん、ごとん、ごとん、ご。携帯電話の画面に顔を近づけたまま階段を登ってきて、直前に弾かれたように気づき、あ、すいません、と青白く制裁のない顔で謝った。ホームレスだ。というような驚きが一瞬かすめた女の顔には、願いがくじかれたばかりのような陰りがあった。階段が終わりに近づいた時に、足を止め、振り向いてみると、赤いコートの背中は階段を登り切ったところだった。トン、ブーン、ルーン、プシュー、キキ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 、ごと、シュー、ルルルルルこと、彼女が目撃しないで済んだということに少しほっとした。彼女の携帯電話に届いた知らせは強報だったのだろうが、多分今夜は眠るだろうし、朝起きれば顔を洗って何かを食べるだろうし、化粧と着替えをして出かけるだろう。そうやって人生は続いていく。暦には昨日と今日と、明日に線が引かれているが、人生には過去と現在と未来の分け隔てはない。誰もがたった一人で抱えきれないほど膨大な時間を抱えて生きて死ぬ。山手線内回りを一本見送り、次の電車が到着するまでの3分間、自動販売機で炭酸のジュースを買って、二口だけ飲んでゴミ箱に捨てた。まもなく、二番線に、池袋、新宿方面行きの電車が参ります。危ないですから、黄色い線までお下がりください。黄色い線の上に立って目を閉じ、電車が近づいてくる音に全身を傾けた。ぷーん、ごー、ごとごと、ごとごとごと、ごと、ごと。心臓の中で自分が脈打ち、叫び声で全身がたわんだ。